食い新年会さん、大食い美女を招いての新年会をやるということで、そう今日はですね、あの夢のごちそうが出ていますんで、ちょっともう僕ペコペコなんで、もうご紹介していいですか？あ、いいよ。大食い美女の皆さんです。おー、ロシアン久しぶりじゃねえか。ここはだけど分かるんだけどさ、はい、他の2人は誰よ？はい、まずこの子がですね、はい、私の後輩で奥 YouTuber で活動している三年食太郎ちゃんと申します。はい、三年食太郎です。お願いします。よろしくお願いします。三年食太郎、はい、なんかたけし軍団みたいな。確かに。あともう一人は、あ、こちらの方はですね、今回僕がお呼びしました大食い G カップの白石春奈さんです。うわー、本当に G カップなの？おー、江頭さん、ちょっといろいろ聞きたいことあると思うんですけど、ああ、もうちょっと鍋の方も皆さんペコペコだと思うんで、ああ、いいですか、もう作っちゃっていって。わかった。ちょっと、でかっ。はい、これ何があるのよ。僕は築地の朝ごはん食べに行ったじゃないですか。あ、そうだね。あの時に、はい、たまたま見つけた、いつもエガチャンネルを流してるあたおかの築地日清さんで、はい、さ仕入れてきました。おお、すごい。これ見てください。三重県産の伊勢海老、まずは。うわ、そしてズワイガニ、そしてですね、北海道オホーツク産のイクラ、そして北海道オチイシ産のベガシャンのすごい好きなバフンウニ、そして白子、うん、アンキモ、うん、そして岩手県産、うん、アマちゃんで有名な三陸のカキ、あとはちょっと野菜があります。もう十分になるよ。お前買いすぎだよ。そしてですね、あの江頭さんの好きな、うん、あのブリシャーも好きじゃないですか。あ、好きだね。ブリもちょっと美味しかったそうだったんで、うん、買っちゃいました。あー、いやーすごい、すごい。はい、つゆとかも入れて総重量15キロになります。新年会ということで、ね、はい、L が、はい、とにかく食べたいやつを、そうですね、もう、はい、すごいね。はい、じゃあ始めますか。はい、始めましょう。はい、はい、で、今回はですね、はい、こちらのミツカンさんの締めまで美味しい鍋つゆ、焼きあごだしと、あと女性に人気のこのキムチ、こちらを使ってですね、2つの味の鍋を作っていきたいなと思います。2024年も楽しい1年にしましょう。はい、乾杯。よいしょ、乾杯。もう今日は壊れてもいいでしょ。まだ始まってないよ。始まってないの。伊勢海老の頭、はい、これが出汁が出るらしいんで、なるほど、まず先に。うわー、すごい。うわー、生きてる。新鮮、もう今朝買ってきましたから。うわー、すげー。そもそもね、このスープ出汁が焼きあご出汁だから出汁あるけど、そうですね、はい、さらに、焼きあご伊勢海老出汁。いやー、贅沢にいっちゃいますか。はい、いっちゃおう。うわー、いいです。うわー、いいですね。いきますよ。全部いくの。肝鍋だもん、これ。うわー、
ごいな。バカみたいですね。めっちゃ美味しそう。うわ、キムチうまそう。シャイさんは料理とかやられるんですか？料理、一応肉のお姉さんとしてテレビでお料理したりはするんですけど。肉のお姉さん、あの噂のお客様っていう番組で、はい、ああ、あれで、はい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 、あれ録画してるよ。俺録画してる。あれ出てんだ。ああ、俺チェックしとくね。ゆかちゃんさん、あれ録画してるんですか？録画してる。すごいいい匂いがする。あ、この食材を使ったこと使ったことない食材すぎてずっと戸惑いながら鍋作ってる私。ね、鍋パーティーですね。いいっすよね。ちなみになんですけど、三年食太郎さんはどうしてそういったお名前なんですか？はい、名前はなんか三年目太郎っていうことわざわかります？そうですよ。バカにすんなお前。ふざけんなよお前。何なんだよお前、ふざけんなよ。何も知らない江頭さん。知ってるよ。それをなんか文字っていつまでも食べてる人っていう意味で三年食太郎って名前にしました。あ、そういうとこから来たのね。ちょっとそろそろあれですか、その話し合いに。いいんじゃないですか。うわー、しまっこ、いいんじゃないですか。すごい、半端じゃない。これめっちゃうまし合いでしょ。うわー、おいしそう。じゃあいただきます。白子、俺大好きだよ。白子好きだったんですか？めっちゃ好き。いただきます。うま白ー、うま白ー。だしとあとミルキーな味が、はい、合わさってめっちゃ最高。だしがめちゃくちゃ上品なんで、素材の味がこうより引き立って美味しいっていうスープですね、これ。テレビちゃん好き呼んで聞いてたセリフですよ。なんか準備して言ってるみたいな。どうですか？めちゃくちゃ美味しいです。やっぱ出汁がね、すごい上品なんで、あ、そう、素材の味が際立ってる。ね、取らない。コメント泥棒。私カットされる。どうですか？ちょっと猫舌なので。猫舌。まだ食べづらい。ちょっと食べづらいんですけど。なんだったら俺が食べさせてあげようか。本当ですか？いやないですね。すいません。シンプルに気持ち悪かった。新年会でこんな空気になるのか。いやうまっ。あのスープやっぱうまいわ。あん肝がめっちゃくちゃうまいっす。うわ、なんか伊勢海老入れたからあごだし負けちゃうかなと思ったんですけど、全然しっかりうまみと香り出てますね。美味しい。何の食材でも引き立てて美味しい。そういうコメントしたかったよ。ロシアンさんいてよかったですね。よかった。助かります。やっぱり2人からするとロシアンさんは大先輩というか。そうですね、うん、もうレジェンド級のお方なんで、うん、私がちっちゃい頃にテレビで大食い番組見てた時から出てるんで、うん、今こうやってね隣に並んでるのが本当不思議なぐらい、うん、すごいですね。うわ、はい、すごい。いいですか、ちょっとやばいんじゃないの。いただきます。うわー、マジやばい。ロシアンさんを追いかけるように歌
人も食べ続け、どちらの鍋も1回戦が終了。タラバガニの足を入れて2回戦目に突入。ちょっとカニちょっと俺取ってあげようかね。でせっかくだから、わちょうどいいじゃん。これ食太郎ちゃん、これ5本ぐらい服に行くか。いいんですか。いいですよ。あちゃちゃこれ熱いね。あちゃちゃお皿を、お皿あちゃちゃちゃこれどこ、あちゃちゃちゃ死んじゃうよこれ、死んじゃうこれ。これで俺が食べさせるけど、これ食べるやつ美味しいでしょ。殻ごと食べて。熱っ熱っ、これ死んじゃうよこれ。さらさら無理なの。無理ですよ。5本一気にいきますか。いきますか。白石さん、はい、もう一緒に5本いっちゃいますか。5本いっちゃおうか。よし、また取ってあげるからね。もう指がもうだ叩けてさ、あちゃ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 あちゃ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 あちゃ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 うわ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 、やばいやばい、うわうわやばい、怪獣の映画だ。うわすごい、これや歯が取れたとかないでしょ。うわ素敵、うわやっばっ、うわー格の違いがちょっと出ましたね。出ましたね。美しかったですね。先輩ですね。えかちゃん5本食いあるんじゃないですか。およし、じゃあお願いしますお願いします。おお俺で、俺でここ合わせて、はい、たまに長さが合ってないとあれなんです。長さ食べ方講座。やっぱり綺麗に食べるには、はい、わあ美味しそう。いいですか。ロシアンすごいな。いや入んないですよ。いや人間の口に入んないですよ。思ってる以上に不気味。これかけられたら本当やばい。ギャルシラでギャルシラ。これが入れちゃっていいですか。あ、じゃあお願いします。持ってます、はい、なんかそういう居酒屋あるじゃないですか。はいって言うまで、はい、やるやつ、はいはいはい、ありますね。あれやりたかったんだよ。よいしょ俺たち食べれないよ。ちょっと
よ俺俺いいいいもんやめて俺たち食べれないじゃんください。ちょんって。ちょんってね。すみません。ありがとうございます。はい。うわあ。やばい。これダメ。うわあ。舌が全部隠れてる。うわあ。ちょっと待って。それ。いただきます。うわぁお出汁がすごいしっかり旨味としてこう下支えしてくれてるのでイクラとウニの美味しさも味わえるんですけどちゃんとあご出汁がこう後でファーって追いかけてきてうわぁブリもありますよはい、ブリブリそういえば、うん、何か今日準備してるものがそうなんだよ今日は大食い若手二人にお年玉あげちゃいまーすじゃあ M、はい、ルールの説明お願いしますルールこちらに江頭さんが用意した3つのお年玉袋があります、うん、三年食太郎さん白石春菜さんに一つずつ引いていただくのですがこのうち一つには江頭さんからのお年玉1万円が入っていますただし他の2つは外れでして、外れを引いた人は江頭さんからの質問に答えていただきますおで、3個あるのに私は参加できない確かになんで確かに3つあるんだったら私も参加してもいいですかあの、ルール変更しますちょっと若手にあれですよね、うん、若手に落としたものっていう意味だったんですけどじゃあ、最初2人に引いてもらって、はい、残りをロシアもらうって形で大丈夫でしょうか、はい、残りが外れだった場合ももらってもらいますよねそうだね、はい、そうかはいうわー、わかんないなどれだろうこれで真ん中でこれで、ね、おじゃあロシアさんいただきますじゃあ誰から行きますか白石さんから行きますか私からおはいじゃあオープンあー忘れなー新年早々ついてないねじゃああなたは自分のスマホの写真の中で一番セクシーな写真を見せてくださいおそういう系なんだこれ来たぜ気になるこれはちょっと見せてもらっていいですかあ怖い怖い怖いすごいんだけどもっとあるでしょもっと何だろう本人だとやっぱブレーキかかっちゃうから、うん、そうそうそうロシアさんのやっぱロシアあそうだなロシアにロシアロシアロシアよしお前はもうダメだ前回みたいなのない前回はないなパックリみたいなパックリってあるでしょパックリをそんな写真のディレクトリーに入れてる女子いない仕事用のこれ以上はないみたいなので質問をもう一ついやいやそれも本当素敵よやばいって思う暴露話暴露話はい、うん、有名人に誘われたとかあでもいいですよはいっぱいありますおお、誰芸人さんだとえ
いるの？これでも言ったら大丈夫。いやいいんだよ。えさんにめっちゃ誘われてました。独身時代ですかね。あ、そうですそうです。ギリギリ、あの、結婚全然にお付き合いしたいけど無理だったら潔く振ってくれって言われました。濃いじゃん。ちょっといい話になっちゃった。ちゃんとしてる。ちゃんとしてました。ちゃんとしてるね。じゃあ三年ちゃん、はい、いいですか、開けて、はい、うわこれ緊張するな。どうでしょう。どうしやん、持ってるんだよ。お前は一旦まずじゃん、まずは、はい、大食いってどうなのかって俺気になってたんだけど、はい、お笑いだから、はい、あなた大食いの最高月収はいくらですか。あー、最高月収、はい、え、全然言っちゃっていいんですかこれ。お、逆にピーしないでいいですか。あ、全然いいですよ。最高月収は大食いだけで400万。すごい、もらってんな。でも最高なんで。やっぱ大食いの方って、まあ、YouTube は今あるからあれですけど、 YouTube 以外だとどういったことがやっぱり主なあれになるってくるんですか。YouTube 以外だと、でもなんか大会に出るとか、本当テレビに呼んでいただくとかしかなかったので、うん、今までは生活は成り立たなかったですね、本当に。営業みたいなのある？興行みたいのもあります。ああ、そうなの。はい。なんですけど、やっぱそれだけで生活していくほどそんな本数もないので、やっぱりそれで生活していくのは、もともと厳しい。で、普通に仕事しながら、まあ、趣味の傍らでやってる人がほとんどだったんですけど、YouTube っていう媒体ができてからそれ一本で生計立てられるようになった人が結構な人数いると思います。そうなんだ。食べることが収益化できるようになったのはやっぱ YouTube がすごい、なんか世界が変わりましたね、やっぱり。じゃあどうその1万円ロシアさんになっちゃいましたね。これはしょうがないっすね。なんか今日帰り終わってよ、ファミリーマートかなんかで。さあ、もう間もなく完食ですか。そうですね。じゃあ皆さん、最後ちょっと締めいきましょうか。はい、じゃあキムチの方はラーメン、はい、今回使用したミツカンの締め鍋シリーズなんですけれども、うん、スープがしっかりしているので、その名の通り締めまで味がボケずに最後まで美味しく楽しめるんです。はい、ぜひ気になった方は概要欄の方をチェックしてください。カチャカチャうるせえな。すいません、ちょっと確かに完全にはなってきた。じゃあ雑炊で、はい、うん、確かにずっと味しっかりしてましたね、鍋。そうですね、うん、これなんかありますよね、うん、卵職人M、あの、こういうやつ、こうやってやる人います。いいっすか。見よう見まねで。え、合ってんのかな。うわぁ、あぁ全然箸を使わない。あぁ、でもいい感じじゃないですか。いい感じ、すげえいい感じになった。え、これネギももう入れます。もうあとギリギリ、ギリギリ、ギリギリ。うわぁ、うわ、じゃあこのためにカニの身をほぐして取っておきました。そんなことやってたの。カニラーメンです。うわぁ、ほんとだ、カニキムシラーメン。うわぁ、うん、マジロー、やばい、このカニキムシ絶対うまいですね。いや、ほんとお出汁すっごい最後までしっかりですね。旨味が、食材の旨味ももうずっと染み出してるので、
最後やっぱ炭水化物に吸わせるのが正義だと思います。うわー名言出ましたね。うまい、美味しいです。いただきます。出汁だ。こっち優しいです、やっぱ、焼きあご出汁で、あん肝と白子の味もすごいです、出てる。あと話全然変わるんですけど、あの三年食太郎さんが動画見たんですけど、うん、なんかちょっと整形もされてるみたいなのも言っちゃってましたよね。あ、全然してますね、私も。全然してます、全然隠してないです。おいくらぐらい。私は1000万ぐらいいってるんだよ。マジで。すごい。なんだかんだで、うん、一番高いね。一番高いの鼻ですかね。鼻がもう500万ぐらいかかってると思うんです。鼻ってそんなに高いんだ。私の場合なんかやり直したりとかいろいろしてきたので、そういうのでいろいろ積み重なって高くなっちゃったって感じ。他はどこやったんですか。目とかですね。あ、目垂れ目にしたってとか。あ、ロジャーさんはされてないですよね。ロジャーでもちょっとしたんですよ。あの整形というか、あのクマを取りました。あ、クマ取り、あ、私もっていうのと、歯は全部直しました。めっちゃ綺麗ですよね。おいくらですか。歯は高いですよ。歯は全部で300万円。高ー、やっぱり高いな。私も歯は上下やってます。セラミック。それもやっぱ高かった。私でも200万ぐらいですね。2個で。だから人にやっぱ見られる仕事なんで。俺の前で言わないでよ。ちょっと歯見せてやろうか。ボロボロ。ガチャガチャですね。やりますか、江頭さん。江頭、歯を直す。と、はい、最後。最後。おお。というわけで。はい。鍋15キロ完食しました。よいしょー。どうでしたか。いや、めちゃくちゃ美味しかったですし、めちゃくちゃ楽しかったです。いいですね、鍋をやっぱり囲んでみんなで、本当にこんなに高級な食材で、うん、しかも 鍋のつゆ元もすごい美味しくて、うん、本当最高な新年会でした。本当初めましての方ばかりでちょっと緊張してたんですけど、やっぱ鍋を囲むと仲良くなりますね。おお距離縮んだんじゃないですか。ということで、もう全部うましらだったね。うましらでした。うましら、これから俺はデザートの G カップいただきまーす。よっしゃ。どけ。ちょっとどけ。なんで止めるんだよ。